この動画では宮城県図書館の蔵書点検についてご説明します紅葉の美しい令和3年11月のある日宮城県図書館にやってくると なんと休館中でしたこれは一体どうしたことでしょうか実は蔵書点検のための休館なのです蔵書点検とは宮城県図書館の蔵書所蔵している資料の目録と現物を一点一点付き合わせきちんと存在しているか正しい場所にあるか点検 すする作業です点検中に借りられたりしてある場所が変わっては正確に点検できないので作業中は休館させていただきます。模式的に説明すると今日は請求記号500から599を読み込んでいますという時に555が読み込まれれば もちろんこれは OK ですまた「543」が読み込まれるのも OK ではあるのですが破損していることが分かったとします壊れたままでは困りますので修理をして修理後に棚に戻します一方「888」が読み込まれたら「 500から599ではないので、置き場所が違うと判断できます。正しい場所に戻してあげましょう。そのように点検していった結果、あるはずの567が最後まで読み込まれなかったとします。それでは、次に読みたい人が困ってしまうので、 頑張って探す必要があります。探して見つかれば良いのですが、3回蔵書点検をしても見つからないと除籍されてしまいます。そんなことにならないよう、私たちも努力しますが、皆様も丁寧に図書館を使うことにご協力ください。作業の様子を見てみましょう。棚から下ろして本を読み込むことで、 本棚をきれいにしたり、大きな本の隙間や、後ろに隠れてしまっている本を見つけられたり、といった効果があります。今年は、通常利用者の皆様が入れない、閉花書庫、本の倉庫のようなものに置かれている資料も点検します。たくさんの本を保存するために、1箇所ずつしか棚を開けられず、通路も狭いので少々大変です。 ご不便をおかけしますがより良い図書館サービスのためにご理解賜りますようよろしくお願いいたします。